はい、こんにちは、スプラトゥーンの梅ちゃんと梅田ちゃんです。ということでやばい、いっぱいコメントもらいました。何のコメント？あの、鬼滅の刃で、この日やって、この日やって、この日やってっていうコメントをしました。ということで、今日は誰だと思う？一個一個数えてないけど、はい、体感、多分この人が一番多かったっていう。うわぁ、誰でしょう？だいたいしてる。誰？善逸。あ、善逸？善逸じゃないかな。いや、見てる、見てる。わっけー、これといえば、また騙される。お、誰でしょう？わからない。水といえば、知ってる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 。友達がいないといえば、あ、知ってる、知ってる。一人しかない、一人しかいない。はい、さなみさん。違う、友達いるよ。さなみさん友達いるの？いるよね。あんな切れてんのに。そうだよ。オッケー、じゃあね、富岡さん。イエーイ。かな、富岡さん、よし。まあとりあえず何を書いてるかちょっと楽しみながらやってみてください。で、ちなみに、水とさ、スプレーアートってやったらどうなるのかな。例えばさ、お、いくよ。はい、いくよ。何をやる、何、何、水とスプレー混ぜたらどうなるかとか気になるの？いやー、水だよ。待って、水をかないやつか。じゃあ水とスプレーアートをミックスしたやり方で鬼滅の刃の誰かを描いていきます。なんかリクエストあったらどんどんコメントください。お願いします。 OK、 Let's do it。 はい、はい、スプレーを描ける。いつの方シンナー中毒。イエーイ、イエーイ。なんだよ、バーサス、バーサス、何、水の呼吸。いいよ、そういうの。スプレーしてるとき、みんなね、息俺止めてるから結構。OK？ じゃあ頭でね、言ってる。呼吸してないから、OK？ 呼吸できないから。止まんない。うっせえよ。スプレーのこっち。やってる。やってるよ。まだ1の方？え？1の方で死んだ中毒になってたから。もうダメだよ。2の方まで。1の方で死んじゃった。2の方まで習得できなかった。え、何それ。OK だな。いきます。このキャンバスをつけます。 OK、 引け。いくよ、引く。つけました、つけました。わあ、つきました。わあ、それでこんな感じになりました。はい、おはようございます。おはようございます。オッケー。綺麗ですね。もう乾いてる。乾いてる。乾いてる。めっちゃいい感じじゃん。オッケー。やるか。やりましょう。オッケー。はい。Let's do it。
の体勢が。オッケー。え？何？あ、ダメだ。全然ダメ。全然ダメだ。全然ダメだ。はい。これボツになりますか？はい、ボツです。オッケー。めっちゃずれたね。めっちゃずれた。超かっこいいね。見た目もかっこいい。見た目かっこいい。あー、よし。いろいろミスってる。ダメだ。本当にダメだ。乗らない。もう今日これ。え？今日はダメだ。ダメだね。色がもう覚えてないんだね。うん。久しぶりに描くね。うん。うん、オレンジなんだよね。Okay. いや、かっこいいです。一回もあれだね。顔がおかしくなったから、顔を直しますか。はい。OK? いいです。どうだった？どうしたの？なんか嫁のこだわりが大変だね。こだわりなんかありません。分かった分かった分かった。直したら分かった。待って。分かった？待って待って、いくよ。はい。これでちょっと来た。うん、まだいいんじゃない？おっけー。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。あー、よかった。オッケーオッケーオッケー。よくなってきたんだ。はい。はい。ということで、どう？長かったですか？長かったね。大変だったね。終わりました。背景めっちゃかっこよかったね。じゃあまたいつかリベンジしよう。そうね。リベンジね。いや、違う。何リベンジって、型紙の向きを変えたから、うん、その型紙ってのは縦用とか横用とかあるんだけど、そうだね。それを縦用用を無理やり横用に変えたから、うん、今回おかしくなった。それなんかもう本当にね、背景とかの問題じゃない。そうだね。だから1ミリでもずれたらもうダメな世界じゃん。そうなんですよ。まあもうつらい、悔しい、悔しい、本当に悔しい。でも多分みんな嬉しいと思う。なんか富岡さんが作ってくれるのはさ、ああやってしまった、悲しい。いやだ、大丈夫だよ。ということで、もしなんか他のリクエストがありましたら、ぜひぜひコメントで書いてください。梅ちゃんクソだなと思ったとしても高評価でコメントください。オッケー。はい。アディオス。アディオスアミゴス。オッケー。